What's up, guys? Ken です。タフトです。今回ですね、はい、夏の1週間後でやっていくんですけど、うん、はい、まあ、前回ですね、うん、春の1週間後でやったんですけど、まあ、そこからちょっと空きまして、そうだね。まあ、やってないってことで、うん、今回やっていきたいと思います。はい。で、まだまださ、うん、もう暑い日が続きまして。続くね。今でも超暑いんですけど。暑い。だって9月、まあ、10月頭ぐらいまで暑いんじゃない？そう。最近はもうめっちゃ暑い。ね。うん。まだまだですね、まあ、夏服ね、着る機会が多いということで、うん、はい、今回は1週間後でやっていきたいと思います、はい、で1週間後でなんでね、うん、まあ、7日間なんですけど、うん、今回は我々のインスタグラムからその7つ選びまして、うん、今回紹介していきたいと思います、はい、でマジでリアルで、うん、まあ、日常着てる服装だよね、うん、そう、うん、でまだね、フォローしてない人は、うん、まあ、インスタグラムとかね、フォローしてくれるとありがたいんでよかったらお願いします、はい、ではですね、やっていきましょうか。やっていきましょう、はい、まずですね、一つ目、はい、こちらです。こちらですね、はい、これなんですけど、うん、まあ、見ればわかるかな、セットアップで着てます、うん、グッドーンですか。グッドーンですね、これ、うん、グッドーンのこのセットアップの着方が好きで、うん、いいよね。そう、やってるんですけど、うん、これはね、まあ、カジュアルにコーデ組んでみた感じですね、うん、で、まあ、下からスリッポンで、ソックスにナイキの黒の、まあ、定番のやつね、うん、履きまして、グッドーンのセットアップ。セットアップじゃないのか、一応。まあ、でも同じでしょ。そう、生地は黒のピグメント止めの。そうね。で、同じ感じで着てるから、同じ頻度で着てるから、うん、いい色落ちで、そうだね、両方いくから、うん、すげえなんかセットアップ着てもかっこいいんだよね。確かに。例えばこれ逆に、まあまあおかしくないか、おかしくないじゃん、黒で、うん、うん、で、まあこういう風に着て、で、キャップにね、俺がお気に入りの、うん、黄色のね、まあ、前回、春の時も多分これ、あ、そうじゃん、そう、かぶりすぎとか言ってたんだけど、まあ、今回もこれはかぶってるね、うん、で、これがあることで、一気にね、なんだろうな、まとまるっていうか、そうね、全くないのだと印象違うね。そう、で、差し色として入れてます、うん、でね、ちょっと見えるから肩に、うん、これ背負ってるんですけど、ね、うん、それがね、これなんですけど、あ、それなんだ、うん、後ろでそんなの隠れてた、背中に。そう、これ隠れてたんだけど、これはね、イギリス の, ロイヤルメールのメッセンジャーバッグですね、うん、はい、これ俺が、まあ、前の時にワイパーで購入した時のやつの70年代ぐらいの古いやつ、ね、じゃないかな、80年代古いやつのやつを購入したんですけど、うん、これね、ちょっとね、使ってみて分かったんだけど、うん、ここのね、アタッチメントとな、肩パッドみたいなね、そう、うん、この肩パッドがちっちゃくて、うん、これ重いの入れるとすげえ疲れるわ。ああ、なるほどね。そう、昔のだから改良されてないんだ。そうで、今の真っ赤のやつ、そう、真っ赤の使ってるやつは改良されて、うん、もうここがもう全部ふわふわなの、ふわふわなだからすげえいいんだけど、これちょっとね、かっこいいんだけどちょっと使いづらいです。なるほどね。ここ変えりゃいいじゃん、もうなんか。そうだね、もう確かに、なんか変えたいんだけど、うん、まあまあそんな感じですね。うん、続いてこちらです、はい、おこれはですね、うん、まあ、ちょっとストリート感強めのコーデなんですけど、背景と合ってるね、なんか。そう、それもちょっとね、うん、こだわって下にですね、バンズの前紹介したビレセンターで買ったバンズの靴を履きまして、で、ソックスにまたナイキの、うん、これもね、ちょっと古めのソックスをインスパイアして作ってる今のソックスなんだよね。で、ジーンズに505リーバイスので、上にボーリングシャツの赤のきまして、キャップはロトトのネイビーのビーニーをかぶりました、うん、で、これもね、ちょっとやっぱり色をちょっと考えて組んだコーデで、うん、まあこのソックスのラインの赤とボーリングシャツの赤を揃えた感じだね、うん、いいね、うん、で、足元もちょっと派手めに夏だからしてまとめた感じですね、これ、うん、で、3つ目こちらです。はい、これもね、結構好きなコーデ、うん、これいいね、うん、まあ、ザ・アメカジっていう感じなんだけど、うん、まあ、下からこれもビリーズで買ったタイガーのスリッポン、うん、で、パンツにディッキーズの、これね、コメントでもね、結構何ですか、うん、何のパンツですかとか、うん、ディッキーズの何の色ですかって来てるんですけど、これね、ディッキーズ80年代の、うん、ディッキーズのネイビーの色なんだけど、多分今の原稿ないんだよ、これ。そう、ちょっと色違うよね。そう、かっこいいよね、これ。そう、これが結構好きで、タグちっちゃいやつ、そう、うん、うん、履いてるんですけど、これ結構おすすめですね、この色、うん、合わせやすい。で、上に60年代、50年代のボーリングシャツ着まして、うん、で、ハットはこれですね、うん、まあ、前回のステッドソンの動画で、そう、購入しました、うん、このパナマハットなんですけど、これいいね、これ調子いいっすね、これ、うん、調子いいね。
なんか夏で本当白 T だとシンプルだなって時とか、こういうね、うん、T シャツにシンプルだなって時にこれを被ると一気になんかおしゃれ感出るんで、うん、まあ重宝してるんですけど、まあこれ結構好きな方ですね、うん、でソックスもね、うん、ちょっと色を入れてて、これドクターマーチン の, あのソックスなんですけど、うん、これ結構いいっす、黄色のね、そう、うん、なんか他のインスタのコーデでも使ってるんですけど、うん、なんかねシンプルな中にちょっと垣間見えるこの黄色が、うんうん、いいね、うん、差し色になって結構入ってますこれ、うんうん、続いてこちらです、出ましたねこれ、うん、これはスヌーピーミュージアム行きまして、うん、まあそこで撮ったやつなんだけど、これはねあのやっぱりボブティーですね、ここボブティーだねやっぱり、一目でわかる、うん、目に一番最初に行くのボブティー、うん、でこれがねやっぱいいですね、いいよね、うん、まあこれは1枚で着たんだけど、本当に1枚で着てもいいし、こういう風にシャツで着てもいいから、うん、なんかねやっぱグラフィックティーってやっぱりいいわ、いいよね、その人の顔でなんかね普通に T シャツ着るとすげえシンプルになっちゃうんだけど、うん、ここでやっぱりあの印象付けられるっていうか、うん、なんかいいよねやっぱりね、重ね着した時もやっぱ全然印象違うしね、そう全然違う、うん、でこのコーデは下からさっき言ったねあのビリーズのタイガーのスリッパ履きまして、これはディッキーズの、これねなんか最初からペンキ飛んでるやつ、うん、購入して自分で飛ばしたんですかとかあったんだけど、うん、これ勝手に最初からなってたんだよ、これリアルな、ね、そうリアルなやつでなってましたこれ、で上にボブティー着まして、キャップにこれナイキの、これもね多分、まあ、90年代ぐらいかな、うん、のやつです、続いてこちらです、はい、これなんですけど、まあちょっと一見シンプルだけど、うん、あのキャップの下にバンダナ巻いてるんですけど、うん、これやっぱバンダナってやっぱねめちゃめちゃいいっすよ、使いやすいよね、使いやすいっていうか、まあいろんな用途で使えるから、そう本当合うというよね、夏でねやっぱりシンプルになりがちだけど、うん、まあこのキャップの下に巻いたり、あの首のとこに巻いたり、うん、まあ普通にねポケットに入れてもね垣間見える感じがやっぱりすげえ差し色になっていいから、うん、まあ、バンダナのコーデする人にはちょっとおすすめですねこれ、まあね、うん、だってこれシンプルだよ本当に、そう、ね、この T シャツとだいぶストリート寄りだよね、そう、うん、だからそこでやっぱり巻くとすげえいいんで、うん、で巻いてますね、うん、でこれ見えるかな、この巾着持ってるんですけど、うん、これがねグッドオン の, あの巾着なんですけど、これ超いいですこれ、うん、いいよね、うん、もうめっちゃ使ってるもん、いろんな色あるんだけど、うん、この黄色とかあのやっぱねちょっと濃いめ の,、うん、あのパーンとした色だとすげえね、あの持ってるだけで、うん、あのすげえアイテム、ファッションアイテムになるんで、うん、これは本当にいいですね、しかもいい感じの容量なんだよね、そう、うん、めちゃめちゃ携帯財布、うん、プラスなんかみたいな感じで入るから、うん、めっちゃいい、そうでいつも持っててもなんか全然ストレスにならないし、そう、ね、持ちやすいし、うん、リュックとかだとさ夏はさ、そう背中びっちゃりになるじゃん、そう肩掛けもここのね、うん、とこがね熱くなっちゃうから、うん、こう持ってるからすごいいいよ、で容量がちょうどいいから重くもなんないんだよ、うん、そうそうそう、本当にこれおすすめなんで、うん、売ってんのかなあれ、売ってんでしょ、売ってるよね、うん、まあ、よかったらチェックしてみてください、はい、続いてこちらです、はい、これはですね、うん、まあ、これもちょっとストリート強めなんですけど、うん、よく見ると分かんないけど、これ前回紹介したワイパーのリメイクのショーツですね、うん、これそうだね、これがね調子いいです、うん、アメリカ軍のバラックバックの、うん、まあ、バラしてショーツにしたってやつね、うん、そう、うん、これがねいいっすやっぱり、いいよねこれね、うん、やっぱ軍パンって何でも合うじゃん、うん、で夏の版のショーツだから、そうだね、すげえ使いやすいですこれ、うん、うん、下からですねチェッカーフラッグのスリッポンとナイキのソックス、うん、でさっき言ったリメイクのショーツに、上はですねこの T シャツ、うちらが、うん、うちらのブランドミッションディストリクトから出た新作のホテル T を着まして、はい、ナイキのキャップかぶってるんですけど、うん、まあこれはまあシンプルだね、そうだね、うん、まあソックスがちょっと、まあ、白のナイキで、まあ、ちょっとアメリカンっぽく、うん、まあ着た感じですねこれで、最後かな、まだあるの、まだあります、長っ7個意外にありますねこれ飽きてんじゃないかバレてんの続いてこちらです、はい、これが最後です、うん、頑張りましょう、頑張りましょう最後はこちらなんですけど、これはね、うん、まあ俺結構着てんだけど、このハフの、うん、この PBR のシャツがすげえいいんですよこれ、今日着てるね、そうでこれね、まあ、購入品で俺紹介したっけ前、してたよ、うん、そうで、あの時、まあ、これすげえ丈長いんだよこれ、そうだね、うん、丈長くて
もういいや切っちゃおうと思って、うん、カットオフして今着てるんですけど、カットオフすると、まあ、まあ前回だ紹介してから全然着てなかったんだよ、うん、でカットオフしてからいいサイズになって結構重宝してるこれね、着てるね。そう、夏でこの総柄のシャツ着るとやっぱりねいいわ。本当に1個着てるだけで3枚になるんで、うん、着てますね。でこれサンダルがですね、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、これもねコメントで何ですかって来たんだけど、あ、何の色ですかって来たんだよ。でも色も忘れちゃったんですよ。これカワシみたいな色だよね。そう、まあ、結構いいですこれ、うんうん、でジーンズにさっき言ったリーバイスの505履きまして、うん、でシャツがハフの PBR とのコラボかなこれ、うん、のシャツ着てまして、でキャップにこの緑のトラックキャップ、うん、かぶってんですけど、このトラッカーキャップもね、うん、あの前も言ったけどすげえいいですよこれね。うん、かぶっててめちゃめちゃ安く購入したんですけど、うん、なんかやっぱり緑のキャップ持ってなくて、うん、なんかかぶるとすげえ映えるんで、そうね、うん、これ結構かぶってますね。はいはい、ところで、はい、やっと終わりました。やっと終わりました。長いね、結構撮ってんな確かに、ね、俺なんか喋ってて全然体感が、まあ、喋ってるとね、5分みたいな5分感じでやってんだけど、ね、うん、まあまあ今回はあの1週間コーデということで、うん、まあリアルなその1週間コーデ7個紹介しました。う、ね、もう汗がすげえね、もうこれでしみが出てきて、こことも。まだまだほんと今7月の中盤ですけど、うん、まあ、暑い日、8月ですけどね、あ、8月中盤ですけど、うん、まだまだ暑い日続くと思うんで、はい、まあ参考になれば、うん、まあ少しでもね、あの参考になればいいと思ってやりましたね、うん、はい、はい、まあ選んだの7つだけど、うん、もっとね、そのインスタの方を飛べばあるからね、うん、はい、方でも、うん、よかったらね、まあチェックしてみてください。はい、まあ今回はですね、俺 の、 あの7つの方で紹介したんですけど、うん、まあ次回、タクトの1週間コーデ紹介するんで、はい、まあそれも多分ね、いろいろ全然違うと思うんで、うん、全然違うね。そう、うん、よかったら楽しみにしてください。はい、グッドボタンとコメントくださるとうちらモチベーション上がるんで、よかったらお願いします。で、あとインスタグラム、ツイッター、TikTok やってるんですけど、そちらのフォローとチャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もぜひぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ、はい。